どうした？なんでもない。ゼロゼー！待ってくれ！いい？ダーリン、おはよう。おはよう。ふふ、こっち。あ、そこ俺の席だし。そうだよ、あっち行けよ。静かに。パパの心に未来永劫まで平穏が訪れますように。いただきます。いただきます。あーん。もう風呂に入る時間。その日着る服も食事も全部用意してくれてるんだ。でも屋根はあるけど雨は降るよ。雨？うん。屋根から水が降ってくるんだ。何それ見たい。やってみ。俺はできないよ。タイミングはパパたちが決めるんだ。やだ。今見たい。やってよ。でも。なんでって。僕もここに住むつもりだからさ。この部屋は好きに使っていいから。ダーリンと一緒が良かったな。しばらくここにいるつもりなんでしょ。だったらルールは守って、特別扱いはしないからね。ヒロは誰のものでもないよ。君って偉そう。それはどう。遅れたわ。コード002のあたりがあるはずだ。何のこと？2年前の共同戦線だ。あの時お前のあまりに無茶な戦い方のせいで僕らは戦場で孤立し、僕はパートナーを失ったんだぞ。覚えてないな。弱い奴は死ぬ、それだけのことでしょ。26部隊とのことについては何も言うつもりはないよ。また僕に指示するの？君ほんと偉そう。ちょっと話はまだ終わってない。何？ヒロに無理させないで。僕と乗りたいって言ってきたのはダーリンなんだけど。分かってる。だからせめてヒロの負担になることはさせないであげて。ダーリンは僕のものだ。そうだよ。君たちの人間って何する？また降らせてよ。あ、そっか。君じゃ無理なんだっけ？わからない、まだ。どうする？降りるなら今のうちだよ。それが俺が今ここにいる意味だと思うから。いよいよだね、ダーリン。あんなめちゃくちゃな戦い方してる。お行儀がいいあっちの連中とは大違い。押されてるってこと？ギリギリ踏ん張ってるよ。うずうずしてきた。僕も早く戦いたいな。理由があるのかなって。理由か。押されてるなら俺たちも出よう。見送りに来てくれたのか。待ってくれ。なんでそんな寂しそうな顔を。やめろ、ゼロツー。一人じゃ無理だ。それは僕が化け物だからかな。君を助けたい。もう一度君とストレリチアに乗るんだ。俺の翼は。ダーリン。俺は君のパートナーだ。君を一人にはしない。つがいで寄り添うことで誰よりも遠くへ飛べるという。ダーリン、行こう。うわ、あの戦いを経て二人はパートナーになった。
ゼロツーへの疑念は晴れないけど、ヒロには彼女が指名する。あ、はい。ダーリン、嬉しい。今度は本物の海だね、ダーリン。ダーリン？あ、ごめん、その水着姿が。うん。いや、そのよく似合ってて、けどちょっと恥ずかしい。ダーリンが僕をここまで連れてきてくれたんだよ。僕、泳げる海って初めてなんだ。ダーリンは僕の翼でしょ。ねえダーリン、僕たちこれからはずっと一緒だよね。ダーリンは僕と一線を越えたんだよ。あ、やっぱりダーリンはドキドキする味だ。キスされると思った？だからダーリンは好きな人としかキスしちゃダメなんだよ。好き？キス？それともダーリン、僕以外の人としたことあるの？僕、ダーリンとしたことあるよ。で、ゼロツふふん、君たちにはまだ早いか。へえ、誰と？キスってね、特別な人とするものな。え？かつて人間が地上で生活し、そして捨てた。世界中にはいっぱいあるよ。大丈夫？大丈夫大丈夫。ほら、僕もやる。ねえダーリン、僕また泳いできてもいい？こんなに真っ暗なのに。うん。希望に満ち溢れた優しい光に見えた。